虫だ。わあ。踏まれた。はい、こんにちは、ハングリーです。今日はですね、こちら、トイザラスバージョンの、ディアゴスティーニ開封したいと思います。トイザラスオリジナルっていうことを書いてますね。で、伸びるスーパーレアキャラを探せ、ビッグっていうことで、恐竜&シオードとダイナソーっていうことになっております。対象年齢は4歳以上になってます。で、トイザラス限定カラーっていうのが、メタリックグリーンとメタリックブルー、そしてメタリックレッドが3種類が入ってます。はい。こちら裏のページ。まあ、先ほどの3種類が書いてるのと、あと、金のレアとアロサウルスですね。この2つがレアになってます。すごく伸びるっていうことが書いてあります。あと、恐竜の剣ですね。アンキロサウルスとトリケラトプス。あと、暗闇で光る。こちらも暗闇で光る形になってます。ギガノトサウルス。で、プテラノドン。それとパラサウロロフスとディロフォサウルス。で、これがフロントサウルス。スピノサウルスとドラコベナトルとカルノタウルス。この3種類は温度で色が変わるみたいです。では早速今日一応2種類買ってきましたので開封していきたいと思います。まずこっちから開けるっていう。まずどっちから開ける？こっち。こっちから開けますか？うん、じゃあお願いします。ドゥ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 ーン、じゃじゃじゃーん。あ、アンキラよ。嘘。全然欲しかったアンキラが出ました。うわ、でかい。ちょっとこっち見して。うぅー、ブル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 。うわ、アンキロサウルス出ました。じゃあちょっと見てみましょう。そう、アンキロサウルスはレアの種類ではないんですが、ちょっと貸してください。ライバルがあるんです。じゃん、はい、アンキロサウルスということで、アンキロサウルス VS カルノサウルスということで、強さ、食欲、速さっていうことが書いております。で、ライバルをゲットして戦わせようって書いてますね。でも僕ティラノ出たよね。うん、この巨大な草食恐竜は体長6メートルの高さだって、こんな大きさになるみたいです。え、こっちがでかい。これ人間ね、170センチの人間、まあ、お大人のお父さんぐらいの大きさでしょうか。ドーン。はい、こんな感じですね。アニアのティラノに勝ちそうな感じですね。持ってる恐竜丸をチェックしながら集めようっていうことになってます。まあ、アンキロは正直何のレアも何もないやつなんですけども、アンキロサウルスが欲しかったのでちょうどよかったです。イエーイ。はい、次、続いてはもう一個行きたいと思います。じゃあ開封お願いします。ビリビリビリ。金のティラノ。黄色じゃないか。スーパーレア。レアです。うん、超レアです。やべー、金の、まあ、これこれこれ。まあ僕赤が欲しかったんだけど。でもこれ、でも見て、口が変です。何これ？え、ちょっとこれ不良品じゃないの？不良品って何よ？え、ほんまにおかしいで。何？ほら。まだ見して見して。何？それ？ほら、もうなんか変な口になってるんですけど。怖い。怖い。怖いね。ライバルをゲットして戦わせようということで、こんな感じです。ティラノサウルス。結構こっちがでかいですよね。ね。
体長14メートルで高さ6メートル、重さ18トンだって。どっちが勝つかな。走れば40キロの速さで走りますって書いてます。もうわー。はい、ということで今回2種類買ったんですけども、このヘンテコなティラノサウルスくんと、あとアンキロサウルスの2種類ゲットしました。結構プニプニ伸びます。結構プニプニして、実行これね、大きさアニアと比べてみましょうかね。アニア持ってきてもらえますか。アンキロさんとティラノさん、結構こっちがでかいですよね。はい、ということで今回アニアとちょっと比べてみようと思います。アニアがこのサイズ感で、結構こっちがでかい、ね、でかいですね。結構これプニプニします、サクサクしますよ。結構サクサクして気持ちいい、気持ちいいです。わ、すごいね。でこれがティラノサウルスで、こんなに大きさが違います。でも変だしな、顔がん、あ、顔が変だ。はい、こんな感じですかね。大きさがこんなに大きさが違います。ほらドン、見て、これ開けたらさ、うん、ほらもうビーズ見えてんのよ、これほら、うん、あこれちょっとあれだね、不良品ですね。不良品だけど、まあまあまあ、でもちょっとレアだから、まあいいとしますか。いいとしますか、はい、ということで今回、こちら結構怖い2種類ゲットしました。なんかここなんか赤い、はい、ということでちょっと少しね面白いアニアがあったので持ってきました。アニアのこのシルバーのやつと、この今回の恐竜とですね、色が違うので面白いなと思って、結構素材とかも色の質感がちょっと似てるかなって思います。ほら見てください、この金色とこの銀色、宝石みたい、ね、宝石みたいですね。これはこれはもう宝石だ、これはもう宝石と言おう。ほらこんな感じ、大きさもなんか親子みたいです。なんでやねん、ウェー、ブシ、うわうわ、踏まれた。はい、ということで今回2種類ゲットしました。ちょっと面白いものがあれば紹介していこうと思います。じゃあまたご視聴お願いします。バイバーイ。またねー。